様、本日は豚の角煮、こちら今までねチャーシューとか煮豚は作ったことあるけど、今回角煮でねやっていきたいと思います。で、まず今回の角煮、結構ねしっかりともうトロにしようと思って圧力鍋も使うんだけど、角煮ってね、あの油を結構、余分な油を落として臭みを抜いたのを煮込んで味を染みさせる感じになるので、まず今回は焼いて下茹でして最後煮込むっていう作業にしたいと思います。で、まずこちら長ネギの青い部分2本、これ下茹での段階で使います。これを一緒に煮込んで臭みを抜くのと、あと生姜、これ皮ごとなんですけれども、皮ごとでいいので適当にスライスして、で、これは下茹での時に使うプラス、あと一緒に味付けする時にも一緒にちょっと軽く煮込もうかなと思ってるので、今回1かけ分生姜あるんだけど、半分というか4分の3ぐらいは下茹でに使って、残りは最後にまた使いますので、まあこれくらい、タレを作る時用にはこれくらいで、あとはこれも全部下茹で用に入れちゃいます。本当にいかにね豚の脂と臭みを抜くかっていうのがポイントになってくるので、で、今回豚肉の量は 1.3kg です。 1300g になりますね。で、後からちょっと下茹でした後に切ろうかなって思ってるんだけど、豚肉まずこちら軽く焼いちゃいます。ではフライパンに油をちょっとねたっぷりめに引きます。で、油を引かずにやるんじゃなくて、油をちょっと引いた状態で焼いてください。で、この油で豚の油をね呼ぶ感じですね、呼び水じゃないですけど、豚肉入れていきます。で、もちろんね、この最初に焼く作業を抜いて下茹でにねしっかり時間をかけて油を抜くっていうのでもいいんだけど、これでね油を大量に使って焼いた方が一気にね豚から油が抜けやすくなって時短にもなるので、ぜひやってみて。で、この今回使い終わったこの油、結構ね豚の油もしっかり出てるので、チャーハンとか炒め油に使っても美味しくなるので、で、まあしっかりね全面に軽く火を通した後は、基本的にはあの脂身の部分、赤身よりも脂身の部分を中心に焼いた方がいいと思います。で、ね、最初入れた時よりもだいぶ油が増えて、お肉からね余計な油が出ている状態ですね。で、火はねずっともう強火でやってます。じゃあ脂身の部分を中心に5分ほど焼いたら、こちらで一旦取り出します。では、豚肉をこうやって一旦取り出したら、まだ熱いんで気をつけてほしいんですけど、キッチンペーパーとかでちょっと余計な油は拭ってあげて、これでね、だいぶ煮込む前の段階で油が落ちたので OK。 この作業してあげると、まあもう脂身がキュッと縮んでるのは分かると思うんですけれども、油抜きのね作業が時短できるので、ぜひぜひこの作業をやってあげてください。こちら約ね 1.5 リットルほどのお水ですね。お酒 200cc、 今回はこちらの料理のための清酒っていうねお酒を使ってるんだけど、まあ直接の料理酒とかでもいいし、あと日本酒とか安いのでいいので、そういうのを使ってあげてください。はい、お酒入れて、そしたらここにも先ほど焼いた豚肉入れていきます。で、この段階ですごい下茹でをしっかりして臭みを抜きますね。で、ここに先ほどカットしたネギの青い部分と生姜で、もしあればでいいんですけれども、こちらのブラックペッパーを3、4粒適当に入れて、はい、で、この状態で約30分しっかりと煮込んで、余計な油をさらにねここで落としていきたいと思います。じゃあ煮込んでいきます。では今もうちょっと煮込んでるんですけれども、タレの段階で僕玉ねぎを入れようと思ってるので、玉ねぎ1個用意して、で、こちら一緒にあの圧力鍋で煮込んじゃうので、まあそれなりの、 あの形を残したいんだったらあのカレーとかに入れるぐらいのくし切りでもいいんだけど、今回もトロトロにして、で、匂い消した後玉ねぎのね酵素でねお肉を甘くしたいので、まあこれはもうタレ代わりに、これはもう溶けるものとして大前提で入れようと思っているので、僕はもう結構細めにカットしようかなと思っております。
個分入れちゃいます。こちらの圧力鍋にお水を 600cc、 これも全く新しいやつね。今回のこのゆで汁は使わないです。ここにもう玉ねぎと先ほどの残った生姜全部入れちゃっといて、でそうしましたらこちらのお肉はもう30分茹でたので一旦取り出します。でね、やっぱもう茹でてる段階で結構あの豚の脂のね匂いがすっごいするので、まあ、だいぶ落ちてきたとは思います。でね、まあ本当に完全にね油を落としたいんだったらこれをね流水とかで洗ってもいいんだけど、なんかそこまでやっちゃうとなんか旨味も一緒に流れそうっていう気持ちになっちゃうので、僕は軽くちょっと最後またキッチンペーパーで拭いて軽く出そうかなぐらいで、そしたらこちらの豚肉カットします。でね、最初やっぱすごい大きいから半分にね、縦半分に切った後横に切った方がいいかなとか思ってたんだけど、やっぱり煮込んじゃうとそんなめちゃくちゃの大きさにはならないの でこれがね今も一番ミニマムの状態だと思う。これ以上、まあ、軽く縮んだとしてももう大体はこの大きさかなっていうぐらいには分かったので、じゃあこちらをもう角切りにしていきます。角煮なんでね今回は。これくらいの大きさであってほしいなぐらいの確認にしておきます。で今切ったらもうまためちゃくちゃ油が出ました。そしたら先ほどの玉ねぎとか入れちゃったお鍋に入れるんだけど、これもねまた改めてちょっとすんごい油の量が出たんで、まあ軽くキッチンペーパーで分かるかな、ほら1個拭くだけでこんなに油が出るんで、キッチンペーパーで拭いたら入れていきます。では角煮全部入れたら、ここに今お水は600入ってるんだけど、お酒を 200cc 入れます。お酒200にお醤油を 100cc 入れます。お醤油100で、あとみりん、こちらね照りを出しやすいのでこれは別になくてもいいんだけどね、こちら 50cc だけ入れておきます。でお砂糖はこちら、できればねザラメとか黒糖とかちょっとこっち系のねコクがあるお砂糖の方がいいと思います。こちら大さじで4杯入れます。こちらにあごだし、隠し味のあごだし、こちら大さじ1杯入れます。これだけでねすごい風味豊かでコクが出るのでおすすめ。ではこちらの圧力鍋出して、でこちらを加圧して30分今回はやりたいと思います。普通の鍋だったら3倍なんで90分か。そう、普通の鍋だったらまあ約1時間半から2時間ぐらいやるところを30分で短縮できるので、でまず強火にかけて、このピンが上がって煙がフシューってなったら一番弱火にして、そこから30分です。加圧時間が30分なんでそこだけ注意して、はい、あとはこちら30分間加圧するだけです。でその後蓋外して、まあ、柔らかさの様子を見つつちょっと煮汁煮詰めていってタレを作って、でその最後火を止めた後にしゅんちゃんが作ってくれた半熟卵ね、こちらを入れて、でまあ今回ね僕たちはすぐ食べるからそんなに染みさせはしないんだけど、もしねあの前日とかで作っとくんだったら卵を入れるとめっちゃ味が染みて美味しくなるので、そちらもおすすめです。でまあ卵の作り方もね下に概要欄に貼ってあると思うのでぜひぜひ参考にしてみてください。じゃあ加圧しときます。では30分加圧して圧力が落ちた後開けてみたらこんな感じでした。でもうねちょっとね触ったら分かるんだけどプルプルなんですよ。なんでちょっと取り出したら怖いんで形が崩れるのはね。なんであとはこの状態でまあ煮詰めていってお好みの濃さになるまで煮詰めれば完成なので、じゃあ僕たちもねあともうちょっと煮詰めて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。やばらかい、やばらかい、やば、いただきます。ボリュームって取れたけど、やばい、歯いらない。いただきます。
しみしみだし、めっちゃ柔らかいな。どうしようこれ。もうさ、世界一うまい角煮だと思う。ほんとにうまい。甘い、油のうまい、超うまいんだけど。ちょっとだけ食べていただこう。うん、やっちゃったね。本当にうまい。この柔らかさは異常だわね。やばいわ、すごい。もう本当にお肉じゃないみたい。ドロッドロ。やっぱ今まで作ってた煮豚と違ってさ、今回もう初めからその角煮だからさ、カットしてあるからさ、味の染み方が尋常じゃないのって。やっぱり柔らかさとろけるね、ほんとにとろとろよ、ほんと。あとね、味がね、ほんとにね、旨味がね、すごいコクのあって旨味が強いね、タレになってるから、それに染み込んでて、なんて言うんだろう、甘いっていう表現っていうよりはもうコクがありすぎて甘く感じるような、もうすごいことになってる。超絶うまいです。これでも俺たち今作りたてを食べてるけどさ、次の日なんかにしとけばもう本当に味はめっちゃ染みるだろうし、だってその時はね、冷やすとね、やっぱ油って固まるから、余計な油も取り除けるからさ、余計な次の日も楽しみな料理さらにね、まあでもこれで終わりなんだけどね、食べきっちゃうよね。3キロが必要だったね。3キロは必要だ。ただね、圧力鍋だとね限界があるんだよね。そう、だから僕たちは大根を選ばずお肉を選んだんだよね。あともう玉ねぎの旨味もね追加されてるよね、本当にうまい。今まで食べてきた確認でダントツトップでうまい。あとこのタレと卵も合うよ。合うよね、この半熟だからよりね、トロトロしたのと相性が。うわ、うん、まじゃあ2杯目です。おかわりおかわりです。もうそりゃそうだよね。ちょっとで七味、和がらしと合うね。合うよね。これ山椒も合うよ。ゆず七味もやばい。やっぱ和がらしだな。すぎるんだろ。やっぱ自分で作ると違うな。この量がこんだけ満足いくまで食べれるんだから。ね。うん。おちゃん、あと1個で終わりだよ。肉。1.3 キロがあっという間になくなった。秒だったな。待って少ないね。一口目の感動が続く。すんごい、うまっ。ということで本日はですね、とろける豚の角煮と半熟卵をお母ちゃんに作っていただいたんですけども、まあね、本当にね、僕が今まで食べてきた角煮で圧倒的にうまいです。まあ、何が本当に違うかというと、まず食感だね。こんなにとろける豚の角煮はまずなかなか食べたことがないというか、ないです、マジで。プルンプルンのとろとろ、もうすごい柔らかいで、なのにパサついてないでとろけるような感じだし、
もうあとはねやっぱ味付けだね。すごい出汁も効いてるし、あの玉ねぎのね甘みも追加されてて、なんだろう、コクがありすぎて甘みを感じるみたいな感じの美味しさなんだよね。本当にすごい。だからこのタレだけでご飯食べられるぐらいめちゃくちゃ美味しいです。美味しいね。はい、でこうちゃんが最初にね下処理じゃないですけども、しっかりね油をねいっぱい取ってくれてるんで、あのしつこくない感じなんだよね、うん、そこもすごく美味しかったですし、あとその後にねもう一回冷ました後に上澄みのね油を取っていただければ、さらにさっぱりしたねあの豚の角煮が食べられるのでおすすめだっていうのと、で今回僕半熟の卵にしてるんですけど、半熟の卵との相性抜群なんで、次の日になればその冷めた後のタレにつけていただくとさらに染み込んで美味しくなるのでおすすめだと思います。もうだから肉にも染みるし、うん、卵にもめっちゃ染みるし、うん、でも一日漬け込めば、ね、味が染みるのもあるけど余計な油も取れるっていうこともあるし、そう最高なんで、僕たちはねやっぱねその場で食べたけど次の日にもより美味しく食べられるのでね。そうなんだよね、僕たちの場合はねやっぱね 1.3 キロってペロリなんで、ね、ご飯とかとかもうあっという間になくなっちゃうんで、もう次の日残ることがあんまないんですけども、ね、もし残った際はそうやってねあのお弁当とかに入れてもいいし ね、あの作り置きにもなると思うんで、ぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。まあ久々の動画だったんですけども、ね、大満足の結果になりましたね。ほんとこちゃんの天才ということで以上です。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。